ここからはこのコーナー恋愛 .com、恋愛 .com のホームページがリニューアルいたしまして、今度はツイッターで恋愛エピソードを募集しております。ぜひ恋愛にまつわるエピソードをツイッターで投稿してください。投稿の方法はシャープ RENAICOM シャープ恋愛コムというハッシュタグをつけてツイートしてください。ではそんな恋愛 .com のページに投稿されたエピソードを紹介していきたいと思います。まずは今夜の1つ目はラブ森さんからです。大好きな人がいます。でもその人は私の学校の先生なんです。しかも彼女持ち。叶わないって分かってる、分かってるけど、叶わないからって諦めなきゃいけないのかな。出ましたね先生。この恋愛 .com、 こう先生に恋している子っていうのが結構メッセージをくれていて、こう私たちのこの番組スタッフも含め私も先生に恋をするっていう感覚があんまりわからんくって、まあ、特に私は、まあ、この間まで学生やったんですけど、先生もね結構おじいさんばっかりで、そんな恋愛っていうよりももう自分のおじいちゃんか、まあ、お父さんかおじいちゃんかっていうところやったから、恋に発展するっていうのがねあんまりわかんなかったんですけど、まあでもね恋愛に年齢は関係ありませんからね。まあ、でも私の学校の先生なんですって言うけど、このラブ森さんは中学生なんかね、高校生なんかね、それだけでもなんか随分変わってくる気がしますけどね。中学生やったら正直厳しいけど、高校生やったらもしかしたら卒業してからね、そう卒業してからなんかあるかもしれん。しかもまあね、まあ、高校生の子やったとしてね、例えばラブ森さんがで好きになるってことは、そんなにまあ言うても年上じゃないと思うんですよね、まあ、20代30代前半ぐらいで彼女持ちっていうけど、実際その彼女とも先生もどうなるか分からんし、もしかしたらそのラブ森さんが学校卒業してすごく大人の女性になって綺麗になって、あれどうしたん、久しぶりに会ってはどうしたんやろっていう、あのあれっていう瞬間がもしかしたらこの先あるかもしれん。というわけで、まあ、諦める必要はないです。好きやったら好きな分だけ、好きな時間だけ思い続けることはすごく素敵だなと思います。ラブ森さん頑張ってください。それでは、続いて